Братья смело держат курс на зло. Всем нам впору стало далеко. Потерялись, чтоб найти свое. В мире я, семья одно. Плыли, 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 и приплыли, плыли, 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 и приплыли, плыли, 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 и приплыли, плыли, 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 и приплыли. Сокол, сокол, ясный ход, в доме множество забот. Живой копьем живет, любу сеет, любу жмет. Девок осень, здравый год. Парень пару лад восход. Как птице мороз поход. Время ток, танец сок. Небо свет, ритм ход. Сила рот, солнце лед. Брат усилием живет. Бит восход, не полет. День вперед, сердце бьется. Жизнь идет, дух растет. Крепнут руки от забот. Братья, без заправки здрав черед. Школа учит утро ток. Планом, планом наперед. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, хлоп. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Двойной хлопок. В нашем доме трезвый рок. Мила, люба, как... Alright, I'll just go through these experts very quickly, cause I gotta go to bed. And they're all incomplete, so no subs, just one sub. So here we go, we have a white 4-3-3 against a 3-5-2. Both white formations, and you'll see why. Oh fuck, this nigga short. Заборы растут. Но верные люди без заборов живут. В доме хозяин имеет свой ум, это пруд. Дна не видна, если активы кружат вокруг. С прицелом в замкнутый круг. Внутри меня покой, песни или часы задают настрой. Путь холостой идет мимо. Enjoy Japanese commentary. Антоха совсем молодой, почитает школу и любит заняться домашней работой. ですね、これは何とも豪華な一戦です。北澤さん、見どころの多いマッチになりそうですね。まあ、強豪と言われるところは、やはり攻撃も守備もバランスが取れてますからね。両方とも見応えのある試合があると思うんですけどね。
United のキックオフでスタート。PES United 対ファインゼーベルク。エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドをご紹介しましょう。皆さんから見て右に攻めるのがPES United。反対側右のエンドからがファインゼーベルク。裏のスペースへスルーパスを出す。このパスが抜ける。抜けた勝負のシーン。ポイントで合わせてきます。乗ってきますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから。そうですね。バランスですよね。ファインゼーベルク入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。スルーパスフリーだフリーだ、もういい形ですよ。大きく縦へ、ファインゼーベルクとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですよね。それはどういった意味ですか。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどね、はい、もう一つ前に行きたい。何？幻となりました。ファインゼーベルク。前半まで進めまで行けていないペスユナイテッド。キーパー前へ蹴り出します。長いボールを取ります。前半17分。このパスを防ぎます。パスでつないで攻め込んでいきます。ファインゼーベルク。さあ左へ預けて。
に預けて、ボールを下げてリズムを作るか。ふわっと裏を狙う。勝負のシーン。仕掛けるタイミングを測る。シュート。残りわずか。流れるパスワークからゴールで生まれました。回している選手同士でもうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、その辺りにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。素早いパスで攻め上がっていきます。はい、そうですね。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0。さあ前半が終わりました。ペスユダイテッドとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。PES19 ユナイテッド対ファインゼーベルク、では引き続き試合をお楽しみください。必要になってきますよね。さあ繋がるか、これ仕掛けるか、上げる、implying page 9, someone bump the thread. ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。ただゴールを目指すという中で逆算で考えられてますよね。ファインゼーベルク、決定的なチャンスを収めることができませんでした。フリート。ボールを下げてリズムを作るか。組み立てながら攻め上がっていく。ここは通しません。キーパーから前線へ。いけるか。PES19ユナイテッドはここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、あ、止めてきた。素晴らしい反応でした。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね。これ PES19 ユナイテッドが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。シュート、同点。今日のゲームをリセットします。いいですね、見せますね。 Pretty sure this dude is the gold winger. I'm going to check later. こ
こは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが。 What the fuck? I didn't know Formula 1 was making a cameo there. 見事なゴールでしたね。That is indeed the gold winger that is set to cut inside, which I've given the wrong footing. Whoops. But it's 4-4. It's time to do subs now, right? Yeah. PES United, ここで追いつきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんから ね、 そ、 うですね。それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。パスシュート止めた。裏へ届くか。いいとこありますよ。縦へのボール。さあ一気にカウンター。スルーパスを出す。デスユナイテッドが。Destroy your center backs, everyone. ルーズボール。ボールを下げてリズムを作るか。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙っていきます。シュート。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出しにそして最後のところでギリギリまで見てましたよね。Ignore the playable positions. This shit. This, they don't do anything unless you use them anyway. The fuck? Sarandon. Komakai pass mash.パスでつないで攻め込んでいきます。ファインゼーベルク、いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。さあつながるか。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。スルーパスを出す。これ入りましたよ。これはオフサイドを取られます。最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディアは良かったでしょうね。両チームともメンバー交代があるようです。さあペスユナイテッド、同時に2人の選手が入れ替わります。キーパーからのロングフィード、スルーパスを出す。打っていった。ユナイテッドビッグチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。この難しいボールによく触りました。チャンス
スでしたけどもね。そうですね、取るしかありませんから決めたかったところでしょうね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。裏を狙っていきます。一旦前を取る。どうだ、ヘディング。まあクリアが精一杯ですよね。そこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。素早いパスですよね、上がっていきます。Oh, by the way, these are all old rules, so both the striker was 189 and also the keeper there. チャンスを演出できるか、柔らかいゴール、コーナーキックになります。It's a draw. Both the teams are even. さて、北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。レスユナイテッドとしては追いかける展開で始まった後半になりましたが、うまく自分たちのペースに持っていけましたね。プレー自体も安定してましたから、気持ちの切り替えがしっかりできてたってことですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。1対1の同点で終了しています。That possession though, man. The Bogdanovs asked me to run some nighttime gameplay,
So that's what this is. Not sure that I'll do all 90 minutes, but why not? Oh shit, I left the short center back on. Whoops. You saw nothing. PES United のキックオフでスタート。PES United 対ファインゼーベルク。エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドをご紹介しましょう。皆さんから見て右に攻めるのがPES United。画面右側がファインゼーベルクとなります。うわ、取らないですね。As I said, you saw nothing. PES ユナイテッド、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか？まあ、相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。
この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。果敢な飛び出しでしたね。いや良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどね。ファンフリートボールがすごいシュートシュートイスタンボールスカンセンティノープナーズイスタンボールカンセンティノープナーズConstantinople, now it turns to light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, in Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. You can't go back to Constantinople. Been a long time gone from Constantinople. Why did Constantinople get the worst? Let's see what is this but the turst. それもあると思いますけどもね、一番両サイドに開くことで、相手のディフェンダーを引き付けることができるので、相手チームブロックの間隔が広がって、攻撃ができやすくなりますね。そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね。セクリー大国としては、この辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。ヘッドプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますよね。長いボールを送ります。もう一つ前に行きたい。出ましたね。いいボールですよ。ボールを下げてリズムを作るか。この辺は人に対して厳しくいってますよね。ここでファウルがありました。回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアを開くことが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。上げるさあピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。ただ守ろうっていう形ではないですよね。今のは非常にかなりかけてますから、ですよね。FC ユナイテッド入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。
レスユナイテッド、これは奪い返します。クリスチャンボレチャレンジはしません。後ろに流す。レスユナイテッドとしてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いにいくのか、団体はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。組み立てながら攻め上がっていく。サイドのスペースを使います。カウンターを仕掛けます。裏のスペースへ、このパスが抜ける。さあスープレどうだ、シュート。ハインゼーベルク、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。右サイドへ振って、フェスユナイテッドはこのセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね。失点に気をつけながら早い段階で落ちたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。ファンフリート、さあ右へ預けて、サランド、ここで前を向けるか。パスでつないで攻め込んでいきます。 S ユナイテッド、ここでファウルをもらいます。注意に終わります。さあこのフリーキック、ここで決めれば同点です。直接フルボールになる。そうですね、しかしチャンスは続きます。
Holy shit, the cornerback's still there! Good job, Konami! I haven't finished this yet, since most of the job was done by an automatic script, so this is just very early days. Likewise, this guy's 79 now. Oh, because he's got no goalkeeping attributes, whatever. Nice kick off abuse. I got two of those in the test I didn't stream. Let's do one on stream. まだ1つ残しています。スルーパスを出す。縦へのボール。さあ、一気にカウンター。仕掛けるか。裏を狙っていきます。フェスユナイテッドとしては、このやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。 これはワンツー。右サイドへ振って。オーソロットグリーダー。シュート。来た。
ファインゼーベルク、ダメ押しゴールとなるのか。What the hell is this celebration? It's beautiful! そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でドラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。当然、ハットトリックということになります。2点に広げてリスタート。いや、こう立て続けてると勢い感じますよね。チームがこういい状況になってきますよね。サランドラ、ルーズになる。長いボール縦へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。下げてリズムを作るか。裏へのスルーパス、さあカウンタースピードを上げたいところ。ふわっと裏を狙う、いいボール入りますよ。いや、少しいい形になりかけたんですけどね。ウシアンボネ、チチェック、ウシアンボネ、ウシアンボネから大きく縦へ、自分で行く、ミドル、うわー、わー、 That's fucking dumb goalkeeper. He's offensive. これで3点差です。職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール、冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。Ease as well. Jeez. ここで笛です。4対1。PES United敗れました。その差は3点。力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。Look at this smug cunt. 試合を通して攻めるのか守るのか、このあたりがはっきりしてなかったですよね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日ちょっと残念ですよね。はい、そうですね。スクリプトランニング。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。PES Unitedがまさかの惨敗で敗者となっています。There you go.I was waiting for the commentators to finish talking.
So yeah, quite an interesting game, I must say. It's a lot more varied tactically than 18 already. There's still some fucking... Why is there still a Connor bug? It's been like 5 fucking patches, Konami. Get your shit in order. And, well, Highline is suicide. That's what we found out today. What else? His shots look great. His strikers don't look as dumb as 17. And this game will never be used. That's also what we found out today. Lmao. Good night, faggots. Was fun making an edit on a fucking whim.